BL5.5 インチ中砲とは、第二次世界大戦中盤に、イギリス陸軍が正式採用したカノン砲である。BL5.5 インチ砲は1939年1月に、第1次世界大戦時代から、イギリス陸軍が使用していた、BL60 ポンド砲と BL6 インチ26、CWT 榴弾砲の後継として開発された。1942年には、 初期量産型が完成し、同法は早速北アフリカ戦線に送られた。当初は射程距離において失望を呼んだが、後に砲弾の重量を20ポンドほど軽量化した新型砲弾を供給することで解決した。同時期に使用されていた BL4.5 インチ砲は5.5インチ砲と比較して射程距離に勝るが砲弾重量の問題で破壊力に、 乏しかったため、第二次大戦直後に訓練用とされた後に退役したが、5.5インチ砲はその後も、朝鮮戦争や第二次中東戦争などで使用された後、1978年以降は、次第に L121 に更新されて、イギリス軍から退役した。後部から見た、BL5.5 インチ砲、イギリス軍以外にも、カナダやオーストラリア、 ニュージーランドなどのイギリス連邦加盟国でも使用されており、南アフリカ国防軍でも G2 として採用されており、アンゴラへの侵攻作戦で使用された後に、南アフリカ国産の G555mm 榴弾砲に更新されて退役した。ありがとうございます。